お久しぶりです、ソチョラルです。投稿はもう3ヶ月ぶりぐらいで、直近3本の動画とかあまりの動画で、新しい動画はもうね半年以上作ってないよね。で今日はちょっと話したいことがあって、まあ、内容を大きく分けると、なぜずっと動画投稿していなかったか、今後のソチョウララのこのチャンネルについてちょっと話していこうかなと思うんです。ちょっと鼻声でぐっとごめんなさい、ちょっと風邪ひいてます。はい、まずゲーム動画を投稿していなかったことに関して、まあ普通に飽きちゃったって感じです。はいまあずっとねゲーム投稿始めてもう何年ぐらい、5年6年立ったんやけど、まあ飽きてたよね正直言うと2年前くらいから飽きとったんやけど、まあ、その頃はバーボンがあって、まあ、メンバーもいたから、まあ、ゲームは楽しくないけど、まあ、メンバーたちと話すのが楽しかったから、まあ、続けられとったかなみたいな感じです。それからずっと投稿を続けとったけど、フォートナイトというゲームの人気の低下とともに数字も落ちて、まあ俺の炎上も何度かあって、それでどんどん落ちてってみたいな、まあ、それでね、なんかずっとそのメンバーと動画撮りよったんやけど、まあなんかちょっと申し訳ないなーみたいな感じで、そう、数字がある時は撮影に参加してもらって、まあ参加した人も多くの人に見られて、まあ知名度も上がってみたいな、まあお互いウィンウィンなわけ。だから俺もバンバンね、撮影来てって呼びよったけど、まあ俺の数字が落ちてきてからは、なんか申し訳ないなーみたいな、メンバーに。なんか数字も取れんのにね、なんか一緒に参加の時間もったいないなーみたいな。まあさらにその数字低下とともに、なんかメンバーが、例えばよ、数字が落ちてバーも辞めます。別のグループ行ったりとかいう人も見てきたし、まあ、実際に目の当たりしたから、まあ、それで結構まあそういう風に思ってたよね。まあ、申し訳ないなみたいな、意味あるんかなこの時間みたいなね。まあでも最後にいたメンバーはもうずっともなんか楽しく活動やっててくれたし、バーボン旅行、卒業旅行の動画とか見た人はわかると思うけど、めっちゃ楽しそうやったやろ。もうほんと楽しかったっけ、普通に。まあだからそういうことがあって、まあバーボンは解散しましたと。まあ解散の理由はそれだけじゃないけどね。まあ自分もなんかね、その解散の半年前ぐらいからかな、すごい人生が変わる出会いをして、それが去年の6月、まあ、7月ぐらいかな、釣りに行ったんよ、友達と。で小学校の頃に何回かしたことはあったの、家族で。でもね、いざ大人になってやってみたら、もうマジやばくて、もうすんごい刺激で、もう久しぶりにね、魚釣った時、脳みそにバーンって、カメラビーみたいな、そんぐらいすごい刺激的で、それで、あ、これ俺趣味にしたいと思って、どうせ趣味としてやるなら、釣りチャンネルやりたいと思って、俺釣りチャンネル作ってるよね。知ってる人は多分知っとると思う。総長うららっていう名前じゃなくて、もう関係ない違う名前で始めとんよ。もうそれが1年前ぐらいからかな。うららっていう名前で釣りを始めたくなくて、もうららっていう名前に頼らずに、また1からよね、1 YouTuber の卵から違う名前でやってました。で俺ならいけるとか思って、まあ、最初の方からずっと動画出しよったんやけど、まあそれは最初の方はもう数千再生、もう1万再生もいかないよみたいな、もう本当にそれだけど、俺は釣りがすごい楽しかったけん、めっちゃ頑張れたと。頑張れたというか、もう釣りしてながら動画撮影するやん、で帰って自分で編集してみたいな、その編集も楽しいみたいな、なんかね、ゲーム実況の当初始めた時の気持ちみたいなの思い出せて、ここ1年ぐらいずっと動画投稿を続けてました、釣りチャンネルを。で3ヶ月前ぐらいからかな、とある釣りの動画でバーンって爆発して、動画がで、もう昔の動画とかもブワーって再生されて、まあ、多分あのファンになってくれた人が過去の動画も見るやん、だからもう全く新しいファンの視聴者層が全く違うと。ゲームって自分よりも年下が3分の2以上おるんよ、ね、ほとんどが俺よりも年下、若い人が多い。で釣りのチャンネルは俺よりも年上がもう 70%、 俺よりも年上、もう30代40代50代、釣り場に行ったら30代の人から40代の人からとか声かけられたり、もうすごいガラッと変わったよね、視聴者が。だからもうゲーム実況の総長うららは知らないけど、釣りのチャンネルの私は知っているみたいな。でもちろん釣りチャンネルがどんどんね知名度上がったら、あれこれうららじゃねえっていう人も出てきた、いっぱい。やっぱりそれはね、声でバレるっていうか分かるやん。だからあれこれうららじゃねえ、うららさんやみたいな、うららさん釣りしていたんですねみたいな。でそういうのもあれば、あと最近うらら見なくなったけども釣り動画は面白いからまた見ようみたいな、昔見ててまた釣り動画で出会ってまた見始めたみたいな人もいたり、まあ、そうやって、まあ、うららバレしてから、まあ、登録してくれた人もいるんやけど、まあ、実を言うと今ゲームの動画もちろん投稿してないやん。だからもう完全に釣り動画の方が再生数多いよね今ね。すごいやろ、すごくない普通に。また別のチャンネルで1からその再生数を作り上げたみたいな。もともとサブチャンネルだったチャンネルなんやけどね、名前も変えてガラッと変えてって。だからもうそんな感じで釣りチャンネルやってます。はい、その釣りチャンネルの名前を気になる人がいると思うんやけど、そのチャンネル名はごめんなさい、言えません。まあなんかせっかくのこういう久しぶりの動画でね、なんか宣伝みたいになるのも嫌やし、なんなら釣りが好きな人に見てほしいし、釣りが好きな人は多分いつか出会うと思う俺の動画に、まあ、もしくはなんかたまたまおすすめとかに出てきて、まあ俺の動画これがうららさんがやってた釣りチャンネルかって気づいて面白かったら登録して、うん、思んなかったら別に、あ、これ俺には合わないやと思ったら登録しなくていいから。ただ本当に面白いもん作ってます。もうみんなの思った感じでもアクションして、もう高評価しようとか低評価しようとか、もう思ったままでいいから。てか結構もうね、そういうような癖のある動画がすごい多いんよ。人によっちゃ何これ
って思うようなのをやったり、人によっちゃ何やこれめちゃくちゃ面白いみたいな、すごい癖があると強いよ、めちゃくちゃ。まあでもそのぐらいの尖った動画というか個性のある動画じゃないと、やっぱり今の時代でソロで男の釣り YouTuber 絶対伸びないからって思ったから、俺はそういうジャンルっていうか、まあただ俺がね楽しくね本当に釣りを楽しんでるから、それをね動画にして、まあさらになんかちょっと喋ってとかのそういう動画なんで、まああとはなんか他の人との出会い、ゲームでさよくさ俺しょったやん、ノラのなんか知らない人に出会って話しかけて面白おかしくするみたいな、昔から俺しょったやん、そういうの、それをそのゲームでやりよったことをそのまま釣りでしたやん。釣りしよってなんか変な人がおったりとか、おじいちゃんに出会ったりとか、まあ、それで話しかけてなんかトークで笑って、なんか面白いよわははみたいな、みんな楽しいみたいな、そういうのをやってます。まあちょっと話が脱線したけど、まあそういう理由で総長うららのチャンネルはまあ半年間ぐらい動いてなかったというか、まあ動画撮影していませんでした。釣りの動画に熱心っていうか、もう楽しくて楽しくて本当に、だからねずっとゲームで 4,5 年ずっと家の中おったんやけど、もうやっと外出れて、まあ、外がいいよみんな、マジで外で遊ぼう。ああだからじゃあ総長うららのチャンネルはもう投稿しないのかっていうわけではありません。まあ、結論から言うと投稿は続けます。ゲームに飽きちゃいましたってさっき言ったけど、なんやかんやまたゲームせんくなったらなんかゲームしたいなって最近思い出しよって、なんならちょこっとゲームしたりしよるよ。だからこのゲーム実況のチャンネルは、まあ、やりたい時に、まあ、ゲームの動画の投稿しようかなみたいな感じで、基本多分でも釣りチャンネルの方ばっかりやってると思うんですけど、まあ、でもゲームのチャンネルもね、それもね違うんよ。めちゃくちゃさ、もう本当に俺思った以上にね、ツイッターとかでみんなから、うららさんゲームやめたんですかとか、もうすごいなんか心配メッセージされる、もう心配されるの大丈夫よって、こんななんかすごい心配のメールめっちゃ来るの。メールっていうか DM がめっちゃ大丈夫やけど、俺めっちゃ元気やし、なんならもうその釣りチャンネルだけで俺生きていけるぐらいで稼げるようになったし、もうこれからもっと稼ぎたいんやけどね。だからそこはご安心よ。だから俺はもう今ゲーム実況しなくても生きていけるっていう、また新しい生き方を見つけました。まあでも心配メッセージくれた人ありがとね、もう本当それは本当ありがとう、ありがとうって本当思っとおけ、ありがとう。まあもしかしたら分からんよ、ゲームにハマってまた毎日投稿始めるかもしれんし、総長うららはどうしますとかはもう決めん、もう自由にやらせてくれもう本当にね、毎日投稿しよる時って本当にね結構きついよ。うん、だから今ゲーム実況者で毎日投稿してる人本当にすごいと思う、本当にすごいと思う。編集者がついているとはいえ毎日分の動画を撮影するっていうのはもう本当にすごいことやから、誰からも褒められるわけでもなく終わりもあるわけでもなく、でしかもそれで全力でやってみたいな、もう終わりのない全力疾走のマラソンをうわーってしよる状態だよね。でしかもそれにいつか数字が落ちるかもしれないみたいな、そういうなんかストレス、この中でもゲーム実況者の見よる人おると思うけど、きついやろ実際俺そうだったから、正直結構きつかったし、みんなきついよ、だから俺だけじゃなくてみんなきついんよ。でもそれを隠して笑顔でワッハッハって笑ったりとか、そういう動画を作ってんだよ。でもなんかいろんな人、いろんなコメントくれ、やっぱ人気になればなるほどいろんな悪いコメントやらなんかくれやん。そういうのすごいね、ゲーム実況者っていうかもう YouTuber は辛いんよ。だからねちょっとハメ外しちゃったりとか、失言してしまったりとか、薬に手を出してしまったりとか、生きることが嫌になったりとか、あのねみんなが思ってる以上に何百倍何千倍とゲーム実況やってる人、まあ、YouTube やってる人すっげえ大変よ。だけど本当にもう YouTuber で今辛い人とかきつい人、なんかストレス抱えてる人ってめちゃくちゃおると思う。その辛いのを隠して笑顔でやってるわけやからね。多分ね YouTuber の 1% は本当に、ね、楽しくて楽しくて仕方ないっていう人がおると思う。もしくはその今伸びてる人ってのは絶対楽しいはず、ストレスもなんもないよ。伸びてる時はね本当にねお金も稼げて、もうね悪いコメントなんかもう頭に入らん、はいはいはいみたいな、もうすごい何でも許せるよってなんやけど、お金いっぱい稼げやん、月に数百万みたいな、数千万稼ぎよったらそれにね慣れてくるんよ。人間って怖いやろ、それに慣れてくるやん。稼ぐのに慣れてしまったらその数百万とかが当たり前になって、今度はそこら辺から一時してからそういうストレスがまた今度は出てくる。この当たり前がなくなったらどうしようとか、でそっから数字がね地道に、俺の経験なんで、ね、数字が地道に減っていくんよ。じわじわ減っていくと、もう毎回毎回なんか、また前より数字が落ちて、ああどうしよう、みたいな、その時が一番地獄よ。頑張ってねゲーム実況者 YouTuber、 その数字が落ちよる時ってもうすんごいなんかね、もう将来のこと考えるよ、今後どうしよう、もう大丈夫なんかなって、数字が落ち始めてやっとそれを考えるけんね、もう本当に多分息きだここ自然と思うよ。でも俺はその時にちょうど釣りと出会って、でチャンネルどうせやるならちゃんとやりたいから、ちゃんとお金かけようと思って、合計で多分、ね1年間で150万ぐらい投資しました。それが150万はすぐ返ってくるとは思ってないよ。それはもうチャンネルを何年かかけて成長させていこうって思ってったら、その何倍も返ってくるようにもう成長したよね今。多分ね俺ね YouTube の才能あります、ごめんね、あの総長うららが嫌いな人ごめんなさい、俺才能ありすぎて別のチャンネルで復活しました。総長うららのチャンネルはどうなるのかな、編集も今自分でやるよ、自分の感性でやるよ、釣りのチャンネルとかね。だから一時はちょっとゲーム実況の方も自分で編集してみようかなと思っています。昔のね初期の頃イカれた編集頑張ります。
ますので楽しくみんなが笑ってもらえるような、はい、動画作りたいと思います。まあとりあえず、まあ、この動画を見ている YouTuber とかいたらこれだけは言いたいんやけど、心を休める時間を作ってね。あ、ちなみに俺は今すごい元気です。本当に元気の時は元気って言えるから、めっちゃ元気。むしろゲーム実況をやっててお金稼いでた、めちゃくちゃもう数百万何千万何千万はちょっと言い過ぎやけど、稼いでた時よりも今はそれはね、その時に比べたら収入は下がったよ。でもね、人生的にはすごい幸せなの。楽しいよ。だから外でね楽しむのってめちゃくちゃいいと思う。アウトドア、特にゲーム実況者よね。もう家の中引きこもってないで晴れた時とか、とりあえず外に出て何かね、キャンプでもいいよ、バイクでもいいよ、釣りでも何でもいいよ、もうアウトドアの趣味を持つといいと思うよ。まあちょっとあれやね、視聴者向けな話をしたように、なんか YouTuber 向けに話しとったけど、まあ、そんな感じで俺は今後もちょっと釣りのチャンネルとゲームのチャンネルを、まあ視聴者さんの意見をまあ聞きながら、少しだけね、少しだけ聞きながら、まあ、好き勝手やっていこうかなと思いますので、まあでもそれでもね、また炎上するやろうけどね、俺 ADHD でさ診断されたんや。なんかまあ確かにこういう発言とかしよったら確かにおかしかったもんなみたいな。病気やけさ、多分また炎上すると思うよ。炎上するけど、それはまあしょうがないとしてしょうがなくはないけどね、せいやったらいいんやけど、炎上したら俺は次はちゃんとすぐ謝る、うん、すぐ謝るけすぐ許してね。でもマジですぐやろ、もう秒でもう何かあったってやば、俺今炎上しそうっていうぐらいでもうバーって動画撮って、もうショート動画であげるわ、もう謝罪動画、そんぐらいもう世界最速狙うわ。というかでも釣りチャンネルの方は結構炎上すれすれなことばっかやってます。ていうかね、そもそもね、フォートナイトでね、なんかねイメージ好感度が上がりすぎとったよ。だってさ、フォートナイトの前から知っとる人ってさ、多分俺ってそういう人やんっていう風で面白がってみよったやろ。そもそも人にあーやわーや言ってそれを評価されとったのに、フォートナイトでちょっとね視聴者層が結構変わっていい人になっとって、それでのあれで悪い人みたいな、はい炎上みたいな。俺はもともと悪い人なんでっていうのはもう次のチャンネルではもうずっと言ってる。もうずっと悪人でもう大悪党やってますので、まあ、結構長くなったけど、多分ねポケモン出るやん、それこうちゃんとやると思うよ。でも動画も回すと思うけど、面白くなかったら動画にせんけど、多分面白くなると思うし、一応動画上げようかなと思ってます。確定ではないけどね。あと部屋紹介したら、そう俺引っ越ししたよ、引っ越し、そうそうそう、引っ越ししたらやっぱり毎回ね部屋紹介しちゃったっけ、せなね。これ実はね、新しく引っ越しして俺もうすごいいい家を、それもならちょっと部屋紹介で動画出そうかね。それは確実に出します、後日、うん、だからまあみんな好き。